ニンテンドー DS ブラウザーは、ニンテンドーとオペラソフトウェアが開発した、モバイルウェーブブラウザ。オペラソフトウェアのウェブブラウザオペラを、ニンテンドー DS 向きにカスタマイズした製品である。オペラのバージョンは8.5。後継は、ニンテンドーダシブラウザー。日本国内では2006年7月24日に、インターネットで限定販売。10月からは一部店舗で、 店頭発売を開始した。任天堂 d s ブラウザー写真は DS 用をライトで使用しているためにメモリー拡張カートリッジがはみ出す一般的な HTML、XHTML、CSS を解釈し一部の JavaScript も実行可能。一部の記事で AJAX 対応と紹介されたことがあったが競技の AJAX で機関技術とするゼメルズとプリックウェストは 実装されていない。ただ、これは、Windows 用のインターネットエクスプローラー6でも実装されておらず、この点のみで、Ajax 非対応として良いかは議論の分かれるところで、ある。その他、JPEG、PNG、GIF 画像の表示、TLS、クッキーに対応する。ただし、電源を切るとクッキーは失われる。動画や音声、フラッシュや PDF、 Java アプレットには対応していない。日本で発売されている製品では、オームネジス第2水準までの漢字、記号と ISO,IEC8859 から 1α のオーブン文字が実装されており、日本語や主要な西ヨーロッパ言語のウェブページを表示、可能。また、UTF-8、UTF-16、国際化ドメイン名をサポートする。 ただしユニコードの場合は変換テーブルの都合上波ダッシュやマイナス記号などの一部の文字が表示されない可能性がある。通信手段は DS 本体内蔵の無線 LAN のみの対応となる。家庭や職場、学校などの無線 LAN や、任天堂の提供する、任天堂 Wi-Fi USB コネクタや、任天堂 Wi-Fi ステーション、その他フリースポットをはじめとする一般的な、 公衆無線インターネットサービスで利用可能。ただし、PPPOE を必要としたり、WP を必要とするもの、認証トークンが必要なサービスなどは不可。おいでよ動物の森などの任天堂 Wi-Fi コネクション、対応ゲームソフトですでに DS 本体の無線設定を済ませている場合は、その設定のまま通信可能である。なお、無線規格上の最大スループットは2、 メガ BPS だが画像読み込みによる測定結果は約 150kbps とかなり低く無線通信よりも処理能力がネックになっているものと考えられる。これはパソコンと比較して Nintendo DS がゲームに特化した設計となっており結果としてこうした汎用アプリケーションに向かないことが一因である。また、 メモリー拡張カートリッジを取り付ける GBA カートリッジスロットの罰速度が内蔵メモリと比較して遅いことも挙げられる。こうした制約により総合的なパフォーマンスはかつて任天堂が 64DD で提供したランドネットのブラウザ機能よりは優れるものの他のゲーム機向け組み込みブラウザや各種携帯電話のフルブラウザと比較しても同等か。 場合によってはかなり劣るとする向きもある。特に入力予測機能やかな感字変換などがやりづらいという声が出ている。一方で、Nintendo DS の本体特性であるタッチパネルによる直感的な入力や操作により使い勝手は他のものより若干上とする評価もあり、意見は分かれる。また、PSP と比べると、 ページを読んでいてメモリ不足になることは少なくなっている。この他後年の SSL3 の脆弱性、発覚後には Google や Wikipedia をはじめとする多くのウェブサイトにおいて SSL3 が停止された影響で PSP などの古い機器内蔵ブラウザの類では閲覧できなくなるという事例が多発した。しかし Nintendo DS ブラウザでは前述のように TLS に対応しているため、 引き続き閲覧が可能だった。ただし規定で SSL3 が有効である点では脆弱であることに変わりはないほか搭載されたルート証明書が発売当時の古いものであることから SSL、SS TLS の必要なページでは安全性を確認できない旨の警告が出るケースが増えた。一方で PSP と違って無線 LAN のセキュリティが WP に対応していない点でも 脆弱だった。さらにミディウウィッキーが2020年1月のアップデートで新しいバージョンの TLS を使用するようになり、以降はウィキペディアも直接は閲覧できなくなった。ゲーム機という性質上、若年層のユーザーが多いことから、有害サイト閲覧防止などについても考慮されている。デジタルアーツ株式会社の提供するプロ機種型フィルタリングサービス、iFilter と提携しており、 これを使えば子供の有害サイト閲覧を防止できる。この機能のためにブラウザにはプロ機種設定の変更にパスワードをかけられるようになっている。またブラウザの起動そのものにもパスワードをかけることも可能。基本的には通常の組み込み機器用オペラの機能を踏襲するが2つの液晶とタッチパネルを持つ本体特性を活かし、 一般的なオペラのスモールスクリーンレンダリングモードに当たる縦長モードと片方の画面にウェブページ全体のレイアウトを縮小表示しもう一つの画面で拡大表示する2画面モードが利用できる。縦長モードは画面に収めることが優先されるためレイアウトや装飾はある程度犠牲となり特殊な CSS も無効だが2画面モードではパソコン用ウェブブラウザと比べても遜色ない。 レンダリング品質を誇る。日本語入力方法としてソフトウェアキーボードによるかな漢字変換と手書き文字認識の二通り用意されている。また URL の入力時にはドットコム COJP などよく使われる文字列をワンタッチで入力するショートカット機能がある。その他、ブックマーク、履歴、ページ内検索、ズームなど一般的な機能を持つ。 ただし、モバイル機器や、携帯電話のブラウザでよく見られる、表示している、ウェブページの内容を保存する、いわゆる、画面メモ機能は持たない。また、ウェブページのテキストを、コピーペーストすることもできない。タブブラウズ機能はないが、縦長モード時に、L、R ボタンを押した後に、A ボタンを押すと、画画面のスクリーンキャプチャーを上画面に表示したままに、できる。 この状態で可画面で別ページを参照することで、擬似的に2つのタブのような使い方ができる。設定メニューでは、画面表示、プロキシ、検索エンジン、ネットワークなどに関する設定が可能。日本で発売されているものは、メニューなどのユーザーインターフェースの言語は日本語のみとなっており、DS 本体の言語設定を変更してもブラウザの UI 言語は変わらない。 ソフトウェアキーボードの配列については、日本語の他に、アルファベットについては、クワーティ配列、その他、北米及び欧州で必要とされるアクセント付き、文字など一通りの配列が揃っている。セット内容 Nintendo DS の本体搭載メモリでは、ワークエリアが足りないため、GBA カートリッジスロットに装着する専用のメモリー拡張カートリッジが製品に同梱されている。 メモリー拡張カートリッジを差し込まず、本ソフトのカードのみを本体に装着して電源を入れても警告が出て起動しない。また、メモリー拡張カートリッジから任意のソフトウェアを起動するといった利用方法もサポートされていない。メモリー拡張カートリッジの内容は電源を落とすと消去されるため、キャッシュや各種データなどを保存しておくこともできない。 メモリー拡張カートリッジの容量は公表されていないが、ジフ・デイビスの運営するゲーム情報サイト 1UP.com によれば10メガバイトとなっている。実際にメモリー拡張カートリッジを分解、解析したサイトによると、カートリッジに搭載されている拡張メモリは64メガビットの SRM であるという。このカートリッジを利用するソフトは、 本ブラウザのみであり、他の対応ソフトはない。メモリー拡張カートリッジには、Nintendo DS 用のネトラレ -011 と、Nintendo DS ライト用のユスグ -007 がある。DS 用のネトラレ -011 は、本体から 1cm ほどはみ出すものの、DS ライトにも装着できるが、ユスグ -007 は、初代 DS には装着できないという違いがある。また、 ニンテンドーダシーでは GBA カートリッジスロットが廃止されたためいずれも装着できず本ソフトも起動できないためニンテンドーダシーブラウザーを使用する。2008年11月1日のニンテンドーダシー発売と同時にニンテンドーダシーショップで配信開始されたニンテンドーダシーウェア。料金は無料だが 本体内の保存メモリのうち85ブロックを使用する。基本的な機能は Nintendo DS ブラウザーと同じ。ダシー本体の機能強化により、通信速度や描画速度が向上しているが、ズームができない。その代わり、文字サイズが変更可能になり、縦長モードのレイアウトも携帯電話のようになった。メモリー拡張カートリッジは必要としない。 最新バージョンは9.50。Nintendo DS ブラウザーの評判は当初から悪い傾向にあった。その多くはレンダリングエンジンやマシンの処理能力が低いため、Web ページのロードが遅く、貧弱なビデオやオーディオ再生機能の欠如が指摘された。ありがとうございます。